こんにちは、トッシーでございます。2021年、もうそろそろで終わりになるということで、改めまして本当に2021年、皆さんご覧いただきましてですね、本当にありがとうございました。来年もまた頑張りましょうで、よろしくお願いいたします。それでですね、松かな自身のキャンピングカー使ってですね、なんだか日本中回ってるっつうんですよ。それでは松かな、今どこにいんの？松かな、おーい、松かな、どこにいんの？皆さんこんにちは、トッシー、元気かな。松かなは なんと今は岡山県に来ております。2021年、ナスポータルサイトで地域応援隊としていろんな方々の笑顔をつなぐことができて、とても幸せに思います。皆様との出会いに感謝感謝でございます。来年もね、引き続き笑顔と元気とこの歌で盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうソング聴いてください。ありがとうナスポータルサイト、ありがとうナスポータルチャンネル、私の次に、ナスポータルサイトでスポーツ担当として盛り上げてくれたキャンプ、よろしくお願いします。スポーツ担当のキャップです。松かな、岡山楽しい。何やってんの？こっちは毎日仕事で、外は寒くて大変だよ。ということで2021年、皆様大変お世話になりました。地域のスポーツを通して皆様と今後もいい関係を築けたらと思っております。皆様のチームに取材に行かせていただきますので、2022年もよろしくお願いいたします。なおっちです。2021年ナスポータルサイトにて初めて取材編集をやっていきました。さまざまな出会いがあって、また来年に向けて地域の皆様と一緒にこの、那須地区を盛り上げていけたらと思います。今年1年ありがとうございました。ナスポータルサイトをご覧の皆様、今年も1年ありがとうございました。今年はいろいろ食レポを通していろんな出会い、そして感謝の1年でした。来年も皆さんに出会えることを楽しみに頑張ります。うまるを求めて行っちゃいます。はい、鴨雄三でございます。今年1年皆さん大変お世話になりました。ありがとうございました。来年も楽しい番組作り頑張っていきますので、ぜひぜひ来年も見ていただければと思います。皆さん、それでは良いお年をお迎えください。鴨雄三でした。一人一人が主役です。みんなで作ろうみんなのポータルサイト。こんにちは、2021年ナスポータルサイトをご覧いただき本当にありがとうございました。私は福祉や就労支援を中心に取材をさせていただきました。たくさんの出会いやたくさんの学びに感謝し、来年も走っていきたいと思います。1月1日から頑張るぞ。たくさんの出会いが夢を広げてくれました。来年もワクワクする仲間たちとハッピーの連鎖を作ります。皆さんも一緒に作りませんか？ナスメディア作りに頑張ってきました。2022年もみんなのナスポータルサイト&チャンネル、よろしくお願いします。